F-35B 戦闘機艦載回収計画が、次は護衛艦加賀の番へとステージが変わってきました。今回は護衛艦加賀の回収計画を詳しく見ていきます。これまでの出雲が F-35B 戦闘機の認証取得するまでの長い道のりも同時に見ていきますね。日本は本当決定まで長くかかるのが欠点です。この2021年は海上自衛隊の出雲片護衛艦一番艦の出雲が前年の2020年より実施していた第1回目の航空母艦化改修を終え、アメリカ海兵隊の岩国基地所属の F-35 ライトニング2B 型の発着艦試験を成功させるに至った。ご存知のように、出雲は2015年に就役、海上自衛隊では DDH ヘリコプター搭載型護衛艦と称されており、基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長248メートル、全幅38メートルの胴体最大の艦艇である。出雲片護衛艦は、加賀も2017年より就役しており、DDH としては、SH-60kg 哨戒ヘリコプターを7機、MCH-101 輸送、救難ヘリコプターを2機搭載可能で、全通甲板に5つの同時発着艦が可能なスポットを備えている。このため、出雲片護衛艦2隻の従来の主任務は、SH-60kg 哨戒ヘリコプターを主力とした対潜哨戒に重点が置かれていたわけだが、今後の改修と F-35 ライトニング 2B 型の調達で、戦後初の固定翼、休業を行う航空母艦となる。ただし現在の日本政府の見解では、従来の SH-60kg 哨戒ヘリコプターを艦載機とした対潜哨戒任務も継続する方針であることが表明されており、常時 F-35 ライトニング 2B 型を搭載する運用形態とはならないとされている。このあたりの事情は、出雲片護衛艦の航空母艦化を批判する国内の反対派の牽制を目的とした政治的な意図を持ったものかもしれないが、最大の仮想敵国である中国の潜水艦の増強からは苦渋の選択なのかもしれない。これは、出雲片護衛艦の前級にあたる同じく全通式飛行甲板のヒューガ、片護衛艦が基準排水量13,950トン、満載排水量19,000トン、全長197メートル、最大幅33メートルと小型で同時発着艦は、サンスポットのみと少ないこともあるだろう。このため、ヒューガ、片護衛艦は、通常時であれば、SH-60kg 哨戒ヘリコプターは3機、MCH-101 掃海、輸送ヘリコプターは1機の搭載とされており、艦載機の単純な数では出雲、片護衛艦の半数以下と対潜哨戒能力に大きな隔たりがある。この現実を考慮すれば出雲型2隻の航空母艦化改修が順調に行われても、両艦が持つ海上自衛隊で最大の対潜哨戒能力を簡単に放棄するわけにはいかず、任務に応じた運用を取らざるを得ないというのが実態だろう。さて、そうは言っても出雲型の航空母艦化改修は進められており、基本的に両艦とも大規模な点検のタイミングを利用して大きく2回に分けた改修工事を施される予定で、 F-35 ライトニング 2B 型の運用能力を得ることになる。まず出雲だが、昨年2020年から今年2021にかけて第1回目の改修工事が行われ、そこでは飛行甲板の耐熱処理を中心に施されており、2回目が2025年から2026年にかけて艦首部分の飛行甲板の拡幅等が行われるとみられる。これに対して加賀は2022年から
第1回目の改修工事に入り、出雲とは異なり、飛行甲板の耐熱処理と艦首部分の拡幅等は、ここで同時に行われ、2026年以降の2回目で、艦内を含む最終的な工事が施されると考えられている。そのため、見た目の外観的な航空母艦化は、加賀の方が、出雲よりも早く完了すると予想されており、一足早く、現在のアメリカ海軍の強襲揚陸艦のようなスクエアな艦首形状を獲得し、その勇姿を表すと言えそうだ。こうした航空母艦化の物理的な改修工事と並行して、出雲は2022年、加賀は2024年にアメリカ本国の東海岸、バージニア州のノーフォーク海軍基地にて F-35 ライトニング 2B 型を運用する個別の認証を得るとみられる。これはすでにイギリス空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用を行っているイギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベス等も受けた認証で、同機の運用を行う艦艇ごとに課された必須の課題である。今後、クイーン・エリザベスの2番艦であるプリンス・オブ・ウェールズもこれを受けることが予想されており、アメリカが F-35 ライトニング 2B 型という特殊な戦闘機を安全に運用するために設けた手順の一つだ。さらに、航空自衛隊が出雲、片越艦を F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦として運用するにあたっては、駐機基地として宮崎県の新田原基地への同機の配備や、鹿児島県の馬毛島への訓練施設の設置も必要となる。新田原基地が F-35 ライトニング 2B 型の最初の配備基地の候補とされているのは、加賀が母港とする広島県の呉基地や馬毛島とも地理的に近いことが最大の理由と思われるが、そうなると出雲はどうなるのだろうか。個人的には出雲が母港とする横須賀基地に近い関東近郊に新たに F-35 ライトニング 2B 型の駐機基地が設置されるのではないかと思え、そう考えると茨城の百里基地等が有力な候補になる可能性が高いだろう。2021年現在、航空自衛隊が調達する F-35 ライトニング 2B 型の走行係数は42機が予定されているが、同機の最初の日本への納入は2024年度が濃厚とみられており、そう考えると、まだ当分先のことだと言えなくもない。その間に、現在の中国の尖閣諸島をはじめとする、南西諸島への圧力がどのようになっているのか、予断を許さないが、今の中国の海洋進出の勢いを鑑みれば、脅威が増していることは、あっても減少していることは、想像しづらい。ただ、一部の軍事専門家からは、今回の出雲、片越艦の航空母艦化は、防衛省の総意ではなく、与党自民党の政治主導により推進されたものとの見方も出されており、本格的な航空母艦を建造する、梅雨払い的な意味合いが強いとの指摘もある。確かに、航空母艦を自衛隊が保有するという事実は、憲法に定める攻撃的な兵器に抵触するとして、批判の声も大きく、ある種の政治主導的決断がなされなければ、その領域に踏み出すことは、非常に困難だったと思える。実際、F-35 ライトニング 2B 型を航空自衛隊が調達する可能性は、2013年7月にマスコミによって初めて報じられたが、この当時の小野寺防衛大臣は、それを否定するコメントを出しており、確かに規定路線ではなかったように思える。それは、日本国内の反対派の存在は、もとより、何より、仮想敵国たる中国からの大きな反発が予想され、
いたずらにことを荒立てるような領域にいきなり踏み込むことは得策ではないとの政治判断が働いていたように感じられる。しかし、これが2010年代の後半を迎え、尖閣諸島をはじめとする中国海軍の脅威が本格化したことを受け、2016年末頃には本格的に航空母艦化の検討が始められたとみられ、一気に F-35 ライトニング 2B 型の導入が固まったと考えられる。そして2018年末には与党自民党から連立を組む公明党へ、出雲片護衛艦の航空母艦化改修と F-35 ライトニング 2B 型の導入が伝えられ、同機を常時艦載しないことで攻撃的な兵器ではないとのコンセンサスを得たといえる。今後は出雲片護衛艦の航空母艦としての運用実績を踏まえて、専用の航空母艦の建造の是非が問われることになるのだろうが、そもそも遠征する空母打撃群を構成可能な速力は現行の通常動力型潜水艦にはなく、攻撃的な兵器とは程遠いだろう。